がすごく好きなんだなって、インテリ自分では気づかなかったけど、ここのオフィスの部屋を作ってる間に自分の好きなものがここの部屋を作ってる時に一番分かった気がして、これちょっとわあ、これなんか実はアクアポニックスっていう魚ちゃんたちの排泄したものが栄養としてこの上で飼ってるハーブに、魚ちゃんたちの排泄が行き渡って逆にハーブの根っこによってこの水の環境がこうきれいに保たれるっていう、この循環のサイクルをこのちっちゃい水槽の中で行ってるんですけれども、魚ちゃんたちも
青と黄色とオレンジとこのオフィスの色合いに合わせて魚ちゃんたちを決めました、うん、でオフィスのここのラックには自分が特に最近好きなブランドとか、デザインとか生地のお洋服をここかけて今自分はこういうのが好きなんだっていうちょっとインスピレーションラックにしてます、うん、そうするとなんだろうな、こう YouTube のいろんな自分が発信したい内容にもなんかすごくつながってくるし自分の頭が整理されるというかそんな感じでこのラックはそういう風に使ってます。ここからは、ここの部屋は一番自分が、空のルームツアーの時に理想にしてた思い描いてたものから一番ちょっと実現するのは難しかったのがやっぱりちょっと洋服が多すぎるということでこんな感じでちょっとパンパンに物が入ってるんですけど、でも冬服も夏服もここ一緒にしちゃってるからっていうのもあって冬服のジャケットとかちょっと厚手のものを上に置いて、うん、で下の方にはこういう風にちょっとサマードレスとかあの春夏物を置いて今すぐ着れるものを置いてます。あとこっちにはあのデニムとか T シャツとかカジュアルなものをここに置いていて結構ここに全部押し込んである割にはちょっと整理できてきたから、うんうんうん、下にはこれ好きなスニーカーとかを置いていて、こちら、バスルームになっておりますけれども、はい、だいぶアマゾンみたいになっちゃって、うん、上からこれ植物を垂らしちゃってだからなんかシャワー浴びてる時になんか自然大自然の中にいるみたいな感覚になりたくてこの電気はですねあの職人さんで外山ティックさんっていうその外山さんがあの樹脂でいろんなお花とかあと香水とかフレグランスとかいろんな素材のものを樹脂の中に入れて固めてアートを作ってるあのアーティストの方で、花ってさなんかやっぱさあの果物の花とか、うん、あとなんかねこう豪快な花のイメージあるけど、うんうんうん、野菜のお花ってこんな可愛いんだっていう、なんか新たな価値観をくれた方で、バスタブもグリーンだし、うん、なんかちょっと色合い黄色だとすごく合うかなと思って、うん、上をこう見上げた時にすごい綺麗 で、うん、で空のルームツアーの時にここが何もなかったと思うんですけど、メディセンチェスト、うん薬箱みたいなその、棚が欲しいと思っていて、うん、ドルトンっていう、お店があって、うん、そこで見つけてきてここに取り付けて、で実は空のルームツアーの時にヘキサゴンタイルみたいなお花の黒白のタイルにしたいっていう話をしてて、でもなんか結構このグレーのタイルは本当にいいものいい素材のものだから、もともとついてたものがだからちょっとしばらくこれで楽しんでからいつかちょっとタイルを上につけられたらなと思って、まだ実践できてないんですけどちょっとプランニングしておりますありがとうございますよ。はい、はい、ここオフィスを抜けて、はい、これやばい。そう、これは実はここ CD になってるんですけど、 CD に電気がこう反射してこういう虹色になってるんですけど、このアーティストの方が虹湊さんっていうアーティストの方で、虹湊さんもコンタクト取ってユーズド屋さんで見つけたシャンデリアを解体してこういうふうに自分で CD までも作ってるみたいで、またこの角度によって本当にどこを反射させたいかとかも変わるので、うん、こういう照明のものを作ったり、あと最近ではアクセサリー作ったりとか、CD を解体してこのフィルムとかで綺麗な照明を作ったりしてる人で、動いている感じも好きだし、
で、しかも下見るとちょっと水の中にいるようなこういう動き、うん、綺麗、スポットライトみたい。そう綺麗、そうなの。このライトに照らされながら下に降りていくと、この自分のネオンライトがあるんですけど、ちょっとここ下がっていくとバーみたいな感じ、バーねって感じ。もう壁紙とか貼ろうかなとか、なんか絵描こうかなって話してたけど、なんか意外とこの真っ白でピンクに照らされてる感じがめっちゃ好きだなと思って、うん、確かに。ちょっとあえてあんまりごちゃごちゃにしなくていいかなって気が変わりました。下に下がってって、ぬるー、どうしようかなってずっと考えてたんですけれども、実はデッキを引きまして、外から中にこう出てきて、なんか繋がって中にいるのに外にいる雰囲気をこう演出したくてデッキを引きました。ここでちょっと風鈴の音聞きながら、ここでちょっとリラックスしたり、ここにちょっと絵を描いて、キャンバスで絵を描いたりとか、デッキを引くことでなんかこうスペースが広くなった感じで、ちょっとこんな風に活用してます。このライトなんですけど、京都のアーティストの方でリプランターという人がいまして、リプランターの作品なんですけれども、なんかちっちゃい世界がこの中にあって、これもすごい素敵なライトだなと思って、でちょっとキャンプグッズ、これとかも防水のやつで、めっちゃ気持ちいいんだけど、こんな風にいいねいいね、そう、ちょっとミリタリーな感じ入れて、うん、ちょっとキャンプには出かけられないけど家でキャンプを楽しめる空間にしてみましたっていう感じで、こっちのフリースペースを抜けますと、こちらベッドルームになっております。ここまでデッキがあるから本当になんか朝起きると、ま、外に見えるんですよ。これはスクっていうオーストラリア の, ブランドで、買ったベッドシーツ、ベッドカバーで、枕カバーも一緒にオーダーしちゃいました。本当にめっちゃ気持ちよくて、本当にぐっすり寝れる素材だからおすすめです、うんうん、これは、藍染めの職人さんと一緒に染めた藍染めのタイダイの枕カバーです。雲みたいなライトが欲しいなって思ってて、セローテアンティークスで買ったライトで、これ全部無印でゲットしてきたこういう仕分けボックス、うん、でここに靴下とかパジャマとか、うん、トレーニングウェアとかをここに全部入れて、でここにそう、こういう風にちょっといろいろすぐつけたいジュエリーだったりとかはここに置いて、これはカルネボンテのタオルなんだけど、うん、この素敵、ちょっと覚えてる、まんちゃん吠えてるね、まあいいや、それで、そう、これなんかちょっとなんか空のルームツアーの時にベッドルームはちょっとなんか、うん、なんだろう、女体とか、ちょっとしたなんかこうエロさというか、エロさって言ったらなんか抽象的な感じのあればなと思って、キャンドルとかも、うん、女体のキャンドルとかも買ったんだけど、全部もう、うん、溶けちゃった、そうか、全部溶けちゃったそれちょっとルームツアーまで間に合えばと思ったんだけど、全部溶かしちゃった。寝る前に本読んで、そうするとすぐ寝れるから1ページぐらいで寝ちゃう。ここはキッチンです。だいぶ変わりました。以前前住んでたところで使ってた靴置き、うん、靴の棚を作ってもらってて、それが今はもうもう棚が玄関にあるから、うん、必要なくなって、どうしようかなと思って、処分するのももったいないしなって思った時に、あ、
じゃあキッチンにつけてキッチンの食器棚にしようと思って、うん、こんな風にぴったり可愛い食器だから全部むき出しにしてもいいかなと思って、なんか結構ごちゃごちゃしてるの嫌いじゃないから、うんうんうん、あのすぐ使えるように、うん、もう全部出しちゃってる、うん、これは元からあったんだけど、うん、これをつけて、うん、なんかグラスがなんかね地震とか起こっちゃったりとか、うん、なんか何かあったら怖いからと思って、うん、これは1000円ぐらいで買ったやつなんだけど、うん、ここに取り付けてなんかバーっぽバーみたいにしたいと思って、うんうん、しかも見てこれなんか子供の時にの写真とかいろいろのなんかお母さんが撮っておいたやつがあって、うん、こんななんかなぜかこれだけが残ってて、うん、かわいい。それ貼ってるの。これ絶対キッチンに置こうと思って今ここに置いて。ここら辺とかも。本当だ。ちょっとハイスクールミュージカルみたいな。わかる人にはわかる。ハイスクールミュージカル世代だから。うん、そうね、これもさ、うん、あのギャラリーニュースでさ、うん、あの前紹介したところで、うん、あの買ったやつなんですけど、本当に2000円で買ったのかな、このツール、うんうん、意外となんかシンプルでよかったなって思うことがあった、うんうんうん、ものを入れてみると、うんうん、たらー、わー、やばーい。半分からこっちはなんか今まで自分が行った国だったりこう影響を受けた物とか人とかを感じれるスペースにしたいと思って、この世界地図には自分が行った国をこうピンでこう打ってって、うん、今本当に旅にこう出れない状況だと思うけど、なんか今まで行ったところをこう思い返したり、 そこにいる友達を思い出してみたりして、ちょっとこのリビングは思い出の空間に仕上げています。なんかこうやって本とかライトとか置いて、うん、なんかこういう写真とかもで、レコードとかここに置いたりとかして、うん、ここにはレコードとかを暖炉の中に入れて、うん、リビングのちょっと絵を紹介します。なんかおすすめの方たちを紹介したいんですけど、まずはるかさんというペインターの女性の方がいて、めっちゃ綺麗で、これ太陽に当たるとまた色味とか見え方が変わってきて、うん、私のイメージというかのを絵にしてくれて、パワーもらえるっていうか、だからここに置いたりしてる時もあれば、ちょっと太陽に当たるように置いたりしたりして、私の大好きな写真集も撮ってくれてるサライマリ、ニューヨークに住んでるんですけどが撮ってくれたやつで、結構気に入って今ここに置いてます。元気かなマリちゃん。ここには好きな絵とか、うん、これとかもすごい好きで、うん、キングヌーっていうアーティストのアルバムのジャケットを描いた男の子がいて、その人からゲットしました、うん、ここにはですね、私の新しいファミリーのモージョーがいるんですけれども、こっちが、ジョーで、こっちがモーで、2人合わせてモージョー。朝起きてたら植物の上に置いて遊ばせてる、うん、自由に。でここ空っぽだったのがもうすぐ埋まりました。すぐだね。すぐなんか本とか写真集めっちゃ持ってたから、なんかいろいろ新しいのをなんかこうゲットしておこうかなって思ったけど、もう家にあるものですぐ埋まっちゃった。なんかごちゃごちゃいっぱいあるんだけど、うん、多分この棚のおかげかすごいまとまって見える、うん、そうで、これ YouTube もらった盾。お、たるー、イエーイ、あ、めちゃ映ってる。10万人10万人まだ10万人だけど、これからも頑張ります。頑張ります。頑張ります。ありがとう。ありがとう、みんな、本当に。この部屋はこんな感じなんですけど、実は私の夢が畳を家に引くことで、畳屋さんが来てくれて測ってくれてつけてくれたんですけど、本物の何がいいかって香り、戦の香りがするから、うん、メディテーションルームを作るんだったら絶対香り大事だなと思って、最初はすごい緑だったんだけど、どん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 こういう風に黄色っぽくなってって、うん、またその変化も楽しいから、今回
本物の畳を引きました。これも前から持ってたやつなんだけど、和室にぴったり、ちょっとポップだけど禅な感じ、うん、これ引いてるんだけど、これは、私の好きなスローダウンっていうブランド、うん、でいろんなアーティストの人がこうやってブランケットとかを出してるんですけど、ソファーにこう上にパンって引くだけでもいいし、こうやってこう布を飾っても素敵だなと思って。確かに、そうスローダウンいっぱいいろんな柄があるので、ぜひチェックしてみてください。本当気になってたプロジェクターがあって、そうでここ真っ白な壁なんか寂しいかなって思ってたんだけど、ここプロジェクタールームにして、ここでは朝ちょっとヨガしたりとかストレッチしたりとかで、夜はちょっとここで YouTube とか見ています。で作っていただいたんですけど、アミ小さな宇宙人っていう本が大好きで、そこに出てくる言葉で Love, Unity, Peace っていう言葉があって、こうなんかユニティのところが引っ越し何回も引っ越してたらここが壊れちゃって、うん、だから Love You Peace になっちゃったんだけど、これもなんかまたいいなと思って、うん、ここにはちょっと政治とかパラサント、うん、っていう香りのやつをこう炊いて、ここで香りを楽しんだりしています。はい、ルームツアーどうだったでしょうか。本当にこう空のルームツアーからいろいろ妄想してて、うん、でもすごく思い通りになって大満足です。皆さん見てくれてありがとう。インスピレーションになったらなと思います。ぜひ感想お待ちしております。バイバーイ。バイバーイ。